ねそれしゅんちゃです。今回の動画は愛知県弥富市のすぐ隣にある飛島村の鈴木金魚店の動画を公開します。ここは飛島村と言いつつ、多分ほとんどの人は弥富と同じような感覚かな。それぐらい素晴らしい金魚屋さんですね。とても安くて可愛い金魚がたくさん揃ってます。どうでした今回の鈴木金魚？うん、いいですね。良かったね。良かったね、うん、いつもいいけど、うん、最近はあの桜あずまとか、あずま綺麗だったね、うん、桜あずまこれね、うん、いっぱいいる、うん、これ結構大きいんだよね。本当は全部10センチ以上あるぐらい、10から12ぐらいかな、うん、立派な子がたくさん、うん、模様も可愛らしいのが、うん、ね、これで1000円だもんね。そうありえんの、普通のとこだったらすごい、なんか長時間見ちゃうよね、うん、そうだねたくさんいる分ね、うん、自分の好みの子を探すのとか、ね、そう選んじゃうね、うん、これが少し小ぶりの500円コなのね。これでも7から9センチぐらいあるんだ。小ぶりちゃん。うん。これか？なんだこれ？水泡岩？一応。一応岩。水泡は小さめだね。一応岩？そんな名前はない。うん、一応水泡岩。キャキンよくいるね、ここはね。成分魚っぽいのも混じってるな。まあ大体同じぐらいの値段って感じか。ここって結構さ、値段の振り分け少ないもんね。500か1000だもんね、基本、うん、でこの辺がオランダだね。黒っぽいのも混じってますね、うん、綺麗、どの子も。でキャリコ流金かな。やっぱり少しずつ売れていくとね、どうしても数が減ってっちゃうんで、なるべく早い者勝ちになっちゃうね、綺麗な子、うん、でランチュー水槽、上天眼ね、うん、一通り揃ってるよね、スタンダードな品種。ここに来れば手に入る感じ。濃いだね。濃い、うん、お腹すいずつめっちゃくるね、うん、で福だるま、福だるま今回少なかったな、うん、いつももっとうじゃうじゃう。後半にさ3月の映像載せたけど、うん、違った4月だ、うん、これが3月で後半4月だけど、その時はたくさん増えてた。なんだあれ入荷前の状態でね、うん、サラサコメット、そう。この辺安かったね、300円じゃね、デム金、うん、確か主分金は200円、ここら辺は300円。ああそうだね、金魚かな、うんうん、スタンダードかつちょっと小ぶり、6センチから9センチ多分買いやすいってことね、うん、うん、でここがランチューだね、またランチュー、うん、なかなかランチュー買うことは少ないけど、可愛かったな。ここも鈴木金魚の金魚はね、なんか全部可愛く見えるっていうか元気だよね、うん、可愛いね、うん、店長さんに見て可愛い店長さん可愛い、あの優しい感じがするからかな、うん、人柄出てるよね、そうそう、うん、団長、団長ってこうやってたくさんいた方が可愛いかもしれない、一匹で飼うより。あ、団長だけの団長、うん、何でもないよ、うん、団長だけに団長よくわかんないね、意味がいいの、今日絶好調じゃん、ん、ギャグが、寒いギャグをお送りしておりますね、今日も、はい、うん、
この辺が高級系のランチだね、高い。だからやっぱいまいちね、なんで高いのって思っちゃう時あるよ。でもやっぱり大変なんじゃない、ここまで大きくするのが。違う、なんか大きくてもさ、お値段がすごい違ったりしない？1万円、3万円とかってなってさ、その違いが私には分かんなくて、ほらこれ1万円とか書いてあるじゃん、うん、それでなんか同じくらいなのになぜか急に3万円になってたりとか、そういうのとか5万円とか、それが同じじゃないんだよね、うん、きっと。そう、そうなのに分からない、うん、分からんね。そう、分からんし、なんか、うん、見る知る気にもならんね、そこまで。特別好きなわけじゃないもんでね、ランチは。多分好きだったらすごい分かるんだよね、多分見たら多分分かると思う、うんうん、そうだね、ねえ、不思議だね、うんうん、俺たちのスタンスとしては安くて可愛い子って感じだから。そう、そうなんね、こんなに高い子を買うってことがまずない、うん、どんなに良くても。なんかやっぱり、うん、そうだね、お金出せばいい金魚買えるとかっていう風にならないから、なんか、うん、安いのにこんないいの買えたってなった方がいいね、やっぱ。なんかそうだね、うん、なんだろう、もし将来犬とか猫飼うとしたらね、うん、もしね飼うとしたら、多分保健所の犬とか猫拾ってくると思う。なんか捨て猫とかってさ、保育所に預けられるじゃん、知ってる？うん、知ってるよ、うん、多分そこから拾ってくるただだしっつって、可愛いしって言って、もともと金魚すくいの子たちばっかりだよ、うちって。最初の1年ぐらいはさ、7割ぐらいは金魚すくいの子たちで、3割は買った子でさ、それでもマックス3000とかだったじゃんね。なので、まあ、その時はお金がなかったっていうのもあるけど、やっぱりね、可愛い子たくさんいるもんね、2000円以内でも。私の気に入りの、うん、江戸錦だな、ずっと、うん、ずっと見てる声で、あの中に、うん、どれでしょう、もう切り替わっちゃってるここにはいない。これ何リットルぐらい入ってるのかな、どう。こんなんて家じゃ絶対置けないよね、普通の家っていうか、ワンルームのアパートでうちみたいな、うん、本当は。なんかでもちょっと一回なんかお外とかでこういうのあったら面白いなとは思う、うん、そうだね、ここにはなんか、うんうん、ちょっとこの上身のなんかいいなってたまに思う時ある、うん、そうだね、なんか広くて上身ができるの、うんうん、なかなか家ではねこういうことできない分、金魚さんでこういうのを見ると楽しいんだよな。大きいもん、みんな。でもよく管理できるな、こんなにたくさん。いろいろいるね、ここにも。オランダから、江戸錦から、松も。で、こういう風に、ね、虫かごの透明のとこに入れて、横から見て選びます。じっくり。じっくりね。某静岡県東東部のね、うん、某金魚屋さんみたいに怒られないからね。そうね、怒られないから、うん、じっくりとね、うん、なんかね、あのそういうのを気にしたりとか、なんかドキドキしちゃうとことかはちょっとね、うん、なんかあんま見づらいじゃん、なんか見てもいいかなって思っちゃうから、うん、ここはもうなんか見ても大丈夫、うん、だから安心してみ、うん、綺麗な吾妻錦だな、桜あずま。これでも紹介動画はもうとっくに公開してるもんでさ、ワクワクキングランドで、うん、買ってない子もここに写してるけどね、今横目で。これ多分左の子買ってないと思うな、多分。どうかな、買ったかななんか選んで、そうそう、逃がした子もいるから、逃がしたっていうか、うん、戻した子もいる、うん、この左の子はきっと買ったんだよね。なんか最終的に2匹にしたから、うんうん、でもどの子もやっぱ綺麗だね、うん、健康的だし。これ買った絶対、
これとさっきの子買ったんだ、うん、なのでさっき映った3匹のうち2匹はリリースしたのね。綺麗だな、これ1000円だもんな。1000円だもんこれ。これは買いです完全に、うん、なんかその線の中でもああやって広げるのがいいね、うん、なんかそうね、うん、ちょいちょい歌ってるんだからちょいちょい歌ってるけどリラックスしすぎです別にいいけどこれはなんか YouTube ならではの面白さ、ね、テレビではない。ごめん、なんでなんでだろうね、今日勝手になんか今日は気分がいいから。わからない。いつも気分いいけどね、フリコの時。うん、この分子可愛かったね。これすごい売れちゃってたね。大人気で。うん、これ可愛いもん。しかもこれ5000円だもんな。もう1匹しかいなかった、この間行った時。あのね、今ね、一番初めに横に、この、うん、この子じゃないや。なんかね、横切って言った子が可愛かったよ。可愛かったね。これ買いだったかもしれんね。うん、これがオランダね、うん、なんだろう、後でなんか動画にしてみるとなんかあの子やっぱ良かったなって思うね。なんか最初見た時はさ、うん、あんまり気づかなかったのとか。多分この日、うん、結構買ってただよもう、うん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 、そういうのもある。でここだけで見て、うん、可愛らしさと値段だけ見たら買いなんだけど、いろいろ見てきていろいろ買っちゃって、うんうん、ここに来るとあこんだけ買っちゃったから、うん、ちょっとここで5000円は痛いなって、うんうん。でしかも桜あずまもさ、うん、なんだかんだ言って2500円買うとなってたけども、うんうん、そう考えるとやっぱねその時の心理ってなるじゃん、うん、あれはね欲しかったね1匹ぐらいね。江戸錦買ってないやろ全然。江戸錦今そうだね、うち、うん、最近桜系が多いかな。まああずまも買ったけど、あのティーズとか、うん、江戸錦ね、うん、欲しい欲しいって言って選んではいるけど買わないんだよね、うん、なかなかね、うん、うん、なんだろう、全然いるんだけどね可愛い子いっぱい、うん、これが白黒ランチュの親魚非売品ですね。可愛いねやっぱ、うん、この子たちの子供がね秋か夏の終わりぐらいに出てくるんだよね確か、うん、ちょうど日本一金魚大会ぐらいの時にいるもんねいつも。あの親木もいつか売りに出さないかな、うん、あれなら全然でもな、うん、まあいいね。ピンポンも可愛いね可愛くないさっきの食オランチュ、うん、私はあのなんかもやっぱピンポンのあピンポンの親もいいね。お母さんたち、うん、夏に雇いに行ったことないじゃん今まで。なんでもしかしたらだけどちょっと高いけど親木も販売されるかもしれないね。もしかしたらだけど、ね、今年は行きたいね夏に、うん、っていうか雇み方面には月1では行くって決めたから、うん、ちょっと守ってるね今のところ。月に1回は行ってるね、うん、4月も一応行ったけどもう1回行きたいな。かわいいね、なんか丸々で埋もってることがかわいいね、うん、鎮座してるような、うん、いいね。でもピンポンって意外と凶暴だよね。なぜか排他的だよね。他人に対して攻撃的だよ結構。このやつも綺麗だな、うんうん、これも親かな。親じゃないかこれは。言ってたもんね戻れたピンポン、うん、そう多分お父さんとお母さんに分かれてるんだよ。ああ性別に何とも言えんねピンポンってなんかねもうボールみたいな、うん、これが本当になんかピンポンって感じ、うん、あこれも可愛かった。可愛いねメロランチュー、ね、可愛かったこれ、うん、やっぱりねランチューはなぜかああいうなんか黒っぽいのとか可愛いなって思っちゃう、うんうんうん、あこれもでも可愛い。なんだかんだ言ってでもさ、うん、江戸錦とかオランダショートテルみたいな、うん、ライオンヘッドとかねああいう頭がモコモコしたさ悪者系がやっぱ勝つんだよね順位付けしたら、うん、そうだね。どれがお気に入りかって言われたらそうなるんだよね、うん、家でも、そうだね、うん、やっぱ
金魚だけじゃん、あんなの、ああいう魚って。だからね、やっぱ卵虫タイプは可愛い、本当に。この辺キャリコパール、キャリコピンポンだね。これも非売品だった気がする。この尻尾が見事ですね、佐々木に。あ、可愛いエドニシキ。これが結構高い方だね。あ、これ可愛かった。うん。あとでもう一回出る、あれは。これ、ジキンのでかいやつ、これ。ジキンか。最近ちょっと注目してる。うん。これもトサキンかな、うん、うん。日本語なんだって感じだ、これ。カノコ模様が素晴らしいね。うん、かわいい、これもこれで。かわいい。カノコ。でかっ。これとでかい江戸錦だな、確か。なんとも言えんね、この可愛らしさ。虜になる、こんな。可愛すぎる。ちょっとまだ俺には手が出せない、さすがに。で、これがダルマリュウキンだね、うん。奥の5色っぽいの綺麗だな。色合いが抜群ですね。この赤がバンって入ってて、黒というかね、好きそう、うん、この色のカラーめっちゃ高級、好きそうだね、うん、優雅すぎる、あれあれいいね。これで和金、なぜか和金が入ってる。和金は、うん、和金は金魚すくいの子。土佐金多いね、やっぱ横の水槽は。色の錦また戻ってきた、可愛いね。この右の子もこのチラリって見る目がたまらん。うん、なんかそうな、な、そういう感じになってるお目目の子、可愛いね。並んじゃったみんな、まとまってくれた、うん、でここからが4月の頭の映像ですね。このハーフムーランドは見事でした。3匹、特に赤が入ってない子1匹いるんだよね、黒い子。あの子の、うん、これこれこれ超優雅。この尻尾の先っぽが透けてるのがめっちゃ綺麗だし、ふわふわ感も最高でしたね、これ、うん、花房もあってね、これ可愛かった、すごい。これ1万5000円だっけ確か、手が届かん値段だったね、うん、検討もできないぐらいの。1万5000円だったかな、うん、もっとしたかな、どうだっけ。綺麗だね、これ欲しいな。 どの子も綺麗だけどね、あの子やっぱ目立つわ。あ、これはね、稚魚、稚魚ですね、うん、うちの稚魚より大きいね、やっぱもうこのぐらいになるとね、うん、そうだね、うん、でまたちょっと気に入ってるもんで、ここは何回も映しちゃう、うん、この子すごい好きだった、私一番この子可愛かった、うん、可愛いね、うん、可愛すぎやうん、うん、可愛い、うん、うん、柄もいいよね、この辺も。さすがにやっぱ高いだけある。水気金魚で高いってもう相当レベル高いからね。でここがアルビノランチュのコーナーですね。なぜかね、ちょっと増えてたんだよね大きめの子もいたね、うん、ほとんどちっちゃい子なんだけど、うん、大きい子は1個だけ、ま、1匹だけ混ぜて、これもこの子すぐ取った俺めっちゃ元気だったね、タマサバ並みの泳ぐ力だった、超早かったもん、全然捕まえれんかった。水槽に入れても飛び出すん、そっから。かわいい、これ、うん、かわいいね、うん、金色みたいだね、アルビノランチュって。つるんとして、うん、でここが桜錦の水槽だね。これが1000円だよね確か、うんうん、ちょっと大きめというか10センチはないけど8センチ前後ぐらいだね。で中には割とぷっくらした子も混じってて、うん、かわいい子がいたね。桜錦結構好き。こんな感じでね、いろいろ、まあ、人によってね好みがあるもんでね、選ぶのもいいよね、うんうん、いつも選ぶね2人で、うん、そうそう、水槽に入れてこのように、そうそう、どうかね、どうかね、かわいい子はね、うん、やっぱ分かるよね、好みがあるから。これこのスパンコールの入りときらめ、全体のバランス、顔の 白さいいね、顔白い ね。で目にこういうさ赤が入ってるとかっこいいんだよね。
たまにあるじゃん、縁とか中にさ赤くなって、かわいいなこれね。やっぱ桜錦のこの透明っぷりがいいんだね。透明リンプリ、ふわふわした感じの色合いね。この子も可愛かったね、さっきの子と比べたら白が多いんだけど、それはそれでワンパック小僧みたいな顔してるね。これかわいい、いいね、かわいいね。これ私はもうそのきらめかどうかをまず見ちゃうな、あとね鱗好きだから、鱗のキラキラが入ってるか、どの金魚もだね。そうだね、あと透明輪だとちょっとやっぱ嬉しい。これも玉サバちゃんも、こんな感じでわかるキングランドでは金魚の映像やトークを毎日配信していますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイバイ。